トマコマイ港開発株式会社線は、トマコマイ港開発が運営していた北海道、トマコマイ市の新トマコマイ駅と石油不等駅を結んでいた鉄道路線である。1963年にトマコマイ港ができ、進出してきた企業の原料や製品を輸送するために1968年に開業した。その後も接続する専用線が増加し、 最盛期の1976年には輸送量が167万トンに達したものの、その後はモータリゼーションの進展や1984年の国鉄ダイヤ改正に伴うコンテナ輸送へのシフトによって多くの専用船が廃止されて輸送量も減少、1998年に休止、2001年に廃止となった。括弧内は起点からの営業キロ新とマコマイ駅、 一本松駅港北駅港南駅、石油不島駅最後まで運用されていたのは、国鉄 DD13 型に酷示した D56 系ディーゼル機関車である。スタイルは、汽車会社型と川崎重工型の2種類あるが、DD13 型と運転台窓周りを改変し、全高さの扉をやめ、非運転台窓を広めた型大型窓タイプのキャブを共通使用。 その大型窓の下にも小型のハッチがあって、出入りできるようになっていた。D5601、D5602 は1966年銀社会社製、D5603、D5606 は、川崎重工製となり、放熱サイドグリルが大型となり、全長も伸びた。二次型といえる川崎製は1972年に D、D5603、D5605 を、 1977年に D5606 を申請している。また、そのためか D5606 のみ運転台機器配置が異なっている。以上計6両製造されたが、最終的に残ったのは3両で、6両中4両は、旭川通運へ上渡された DD5603 北旭川駅転出し、それぞれ2007年2月時点で稼働中である。線後は、 D5601、D5602 は廃車になり解体された。現在は旭川通運に行った D5603 が苫小牧当時のままの塗装で往年の雰囲気を見ることができる。D56 系以前には1966年議社会社製の55トン機の D55 型が2両在籍していた。 D56 型が6両揃ったことで2両ともに1984年に廃車となった。また、国鉄の有害貨車を購入していたが1982年に廃車となっている。ありがとうございます。